皆さんこんにちは、ポチです。本日は100円ショップのキャンドゥさんで販売されているしずくウォーターネイルシールの使い方をご紹介させていただきます。実際に使ってみるまでは綺麗に貼るの難しいんじゃないかなと思っていたんですけど、全然そんなことなくてすごく使いやすかったです。もしこの動画が参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。励みになります。シールは親指と薬指に貼りますね。それではやっていきます。今回はペールフラワーという柄を使います。小花柄がね、今の季節にぴったりでめっちゃ可愛いなと思って、冬に購入したんですけど、春が来てから使おうと思って大事に取っていました。裏の説明書としずくさんのブログを参考にさせていただいて今回やっていきます。使いかけがあるので今日はこちらを使用しますね。裏が方眼になっているので爪のサイズを測っておくと無駄なくカットできます。それではカットしますね。シールが切れたら10秒ほどお水に浮かべます。取り出してね、スライドするとこんな感じで簡単に剥がれるんですよ。でティッシュでさっと余分な水分を拭き取って爪にのせていきます。私は根元に合わせるとやりやすかったです。爪にこうやってのせられたら、根元から指先に向かってまず密着させます。その後横方向に向かって密着させるといいそうです。細かいシワができることもあるんですけど、最後にトップコートを塗ったら全然わからなくなったので、ここでは気にしなくて大丈夫です。では続いて薬指もやっていきます。今回は全体ではなくて爪の3分の2くらいの面積に貼っていきます。次に余った部分を除去します。使うものはこちらです。除光液、綿棒、爪楊枝、ティッシュ。これで簡単に綺麗にできます。まず除光液を綿棒に含ませて爪の先をこすっていきます。綿棒がない場合は爪楊枝とティッシュだけでも大丈夫です。しばらくこすっているとこのように溶けてきます。私は大きくはみ出している部分には綿棒を使っていて、この爪の際とか細かいところは爪楊枝とティッシュを使って取っています。先が尖っている方が細かいところがやりやすいので、このように使い分けています。爪の端ギリギリまでシールが来ていると、最後にトップコートを塗った時にあんまり綺麗に仕上がらないので、際のところは溶かしています。ポリッシュも根元ギリギリまで塗らない方がいいと言われていますよね。はい、できました。綺麗に貼れたかと思います。裏も綺麗に取れてますね。薬指も同様にやっていきます。こんなにこすっててもね、貼ってる部分は全然剥がれてくる気配がないんですよ。すごいなって思いました。はい、綺麗に取れました。薬指には少しシールを足します。こちらもキャンドゥさんで購入したものです。シールとポリッシュの境目を隠すように貼ります。はい、できました。あとはトップコートを塗ったら完成です。私のおすすめのトップコートはこちらです。他のネイルの動画でもいつも言ってるんですけど、ジェルみたいな仕上がりになるのですごく気に入っています。はい、しずくウォーターネイルシールの説明は以上です。ただマドコナーと右手と中指のアートもやっていきますので、よかったらこの先も見ていってくださいね。右手には先ほどと違う柄を使用します。ちょっと違うんですよね、なんか色合いとかも可愛い。先ほど使ったこの上の柄にはパープル系のカラー、下の柄にはベージュやピンク系が合うかなと思います。今回はウカのカラーベースコート0、0分の1に合わせることにしました。
ここからの説明は繰り返しになりますので省略させていただきますね。ネイルができていく過程を楽しんでいただけましたら幸いです。はい、右手のシールも貼れました。次は中指です。こちらには金箔とシェルを少し足していきます。金箔は小さく切ってトップコートをのり代わりにして貼っていきます。ランダムにシェルも乗せます。右手も同様にやっていきます。最後にトップコートで仕上げていきます。すべての指に2回塗りました。はい、完成しました。いかがだったでしょうか。しずくウォーターネイルシール、これが100円でね手に入るっていうのはすごいなって思います。めっちゃ使いやすいので、もしキャンドゥさん行かれることございましたらぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまたねー。